ターゲットはこいつか。 よく遊び、よく食べて、よく休む。亀仙流はお主と共にあるぞ。
これが最大最強のカメハメハじゃ。じちゃん、なかなか若い頃のようにはいかぬわい。よーし、行くぞじっちゃん。さて、やろうかな。それそれそれ、エターナルラブ。
ど、あたしの方が超絶強い。今度こそあんたを超えてみせる。見れば見るほど。全員で攻撃するしかないな。よし。究極の進化をご覧なさい。この金色の体がコケ脅しではないと薄く差し上げます。うりゃ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 、
ここで引くわけにはいかねえんだ。アカロットの言う通りだ。俺は貴様に勝たねばならんのだ。行くぞ。はあ、アイオーペン。野人としての誇り、俺のすべて捨ててたまるか！やだやだやだ！宇宙を塵にしてやる！赤い色炎ほどの技を食らわせてやる！これが俺のすべてだ！本気を見せてやろう。Thank you.
りだ。カカロット！信頼など何も生まぬ。誰かのために自分を犠牲にする、これも人間臭くていいな。悟空、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 孫悟空、父さん、悟空、悟空、カカロット、あとあと頼んだぞ。本当の勝負だ、ジレン。終わりじゃねえぞ。17号やベジータ、それに他のみんながオラに託してくれたんだ。その思いにかけてもここで一歩も引くわけにはいかねえ。オラは別に正義のヒーローでも何でもねえ。エンドな仲間を傷つけるやつは許さねえぞ。第11宇宙最強の戦士、お得意のポーカーフェイスはどうしたんです？
が足止めに随分と全力を出されたようですね。もし俺が失敗してもお前がいればあとは大丈夫だと思ったからな。信頼していただけて光栄ですよ。